ちゃんなんか言った？移動してきたの？トト死んでないの？びっくりした。ピーティーってことあんた。恨みしい顔して。あ、洗濯。ピーティーった？トト欲しいの？取ろうか？重かった重かったんじゃん嫌だったの。意外だね。そう、嫌だったんだ。ちょっと重いもんね、バスタオルだからね。一緒にとこうか。そうかそうか、喜んでた。なんか、ピーティーしてたからさ、なんだっけ、重かったんじゃないかなと思って、うん、で、しかもそのオットマンの上にいたんだよ。びっくりした。ちょっと進んでたの。そう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 。そう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 、だから進んで重かったんじゃないのかな。抜け出せなかったんだかもしれない。それは悪いことしたね。笑ってしまった。それで笑った。うん、温まって、あの上で寝て見て、あそこに収まってんだよ、はみ出たりしないでなんかさ、あそこ一つの枠だとみんな考えててさ、すごいよね。そうでもさ、あの白いのがなくて、うん、長座布団だけだったらあれは一人用になっちゃう。あの枠を用意したことでさ、今日左とチャーで一緒に寝てたの、そこで。だけど、あそこ枠を外すと一人用になっちゃう、うん、厳しいよね。新しい家ではね、うん、寝やすいマットを用意してあげたいよね。そう、開けよ。あれ、これも買ったんだっけ。買ってたみたいよ、わっちゃん。とりあえず開けるわよ。楽しみだね。え、だっちゃん、シーシー散歩行って疲れた。開けよ、ね、これもベーコンフレーバー、これミルク味。
ひだちゃんも来たっしょ。もう楽しみだね。じゃあわっちゃんから行こうか。じゃあわっちゃん、わっちゃんどれいいの？ちょっと待って、ひだちゃん、わっちゃんどれいいの？これ？よし、ひだちゃんどっちいいの？こっち？ちゃんこは？はい、散歩いいじゃん。あら、いいわね。他の匂い気になってる。わちゃん一番いいやつだと思うんだけど。あー、またそんなことして。仲良くやってる。いいじゃんいいじゃん。いいね。あ、わちゃんミルクガムが良かったの。取り返すんだ。よし。わっちゃん、これあるでしょ。ほれ、ほい。こぶー。よし。かわいいね、ひだりちゃんは。何、うれしいの。ねえ。たっぷんがすごい。じゃあわっちゃん、わっちゃんどれいいの？ちょっと待って、ひだちゃん、わっちゃんどれいいの？これ？よし。